はい、大東流合気柔術、多比道場をのチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。ちょっとね本当に、軽い気持ちというか、まあ、こんなことをやってますよ的なので動画を上げ始めたんですが、意外と皆さんご視聴いただいているようで、ちょっとね同じような動画が続きましたので、今回はこのいろいろ稽古するにあたって、道具があります。小立ちだったりこういう短刀だったりで、さっき出てきたこれ太刀ですね。実際大東流は打ち合い、をしますので白樫でできた太刀を使います。で、要は何するかと申しますと、これね、買ってきたばかりの時はなんかこうニスでもないんですが、なんか塗られてるんですね。ピカピカしてる、テラテラしてる。で、なんかこう握った感じもなんかこうあまりよろしくないというか、まあ、私はなんですけど、個人的にはなんですよ。で、これを削ります。削っていって、オイルを染み込ませてですね、でちょっといい感じに仕上げようという、それだけの試みです。何でもいいです。ちょっと粗めのペーパーで削ってやります。で、この時に気をつけるのが、形が変わることは削らない。薄く表面の塗装を1枚剥がす程度にしてください。しましょう。で、粗いペーパー、細かいペーパー、もう2種類ぐらいでいいと思います。というか私は2種類ぐらいでいつもやってます。これの効果はですね、あと握った時にしっとりとになるっていうのもありますが、これ分かりますかね。これが1年半ほど使ってるんですが、やっぱり握って、手脂とか手汗がつきますので、すごいお稽古をしているように見えるというメリットがあります。じゃあどんどん削っていきますね。粗めのペーパーで、ザクッと表面を剥がしましたので、今度は番手を変えて、まあ、ちなみに今のが280番ですね。で、細かいペーパーで、今度は全体に肌を整えていきます。実を申しますと、私木工所のせがれでありまして、まあ、あの後はついてないんですが、父親が細々とやっておりますが、木工所のせがれなんで、こういう作業は、好きではないんですが得意です。好きだったら後ついてますけどね。はい、というわけで、これも同じようにどん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 削っていきます。はい、ざっくりと、ざっくりとでもないか、ないですね。はい、研磨が、ペーパーがけが終わりました。で、次に、何でもいいんですが、こういう、オイルフィニッシュ、木材専用のオイルがありますんで、もう油系であれば、椿油でも
何でもいいとは思いますが、あまり、ベタベタしたりですね、乾燥の遅いのは、よくないと思いますので、まあ木材専用のこういう、私はワトコオイル派なんですが、ワトコオイルとかね、オスモオイルとかっていうのがありますので、それを塗っていってやります。なんか買ってなんかね、ボロ布に適量取りまして、結構伸びますので、そんなに、量はいらないと思います。でこれを、しっかりと塗り込んでやりまして、やった後に、まあ気持ち空拭きをしてあげると、あんまり、ビフォーアフターが分かりにくいな、分かりにくいな。で、まあその塗り込むオイルによって違うとは思いますが、だいたい24時間乾かしてくれというようなことを書いてありますので、それに従ってください。よく考えるとですね、今日は稽古日なんです、稽古日なんですが、24時間乾かせということはこの太刀を使えないな、先生に怒られるな。まあベランダでね、風に当てていれば、まあ稽古は夜なんで、それまでには持てるぐらいには乾くだろうとは思います。これを、2、3回繰り返してやれば、しっとりした、艶に変わりますので、皆さんよろしければぜひお試しください。はい、厚かましいお願いですが、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた。